はい、ご覧の皆様こんにちは。ホッセルと申します。プレイステーション4のザ・ラストオブアスパート2の実況プレイやっていきましょう。本日もどうぞよろしくお願いしますね。新たな感染者であろうシャンブラーってやつの存在が明らかになったね。一体どんなやつなのか。まず、やばい、いる、こいつだ。逃げろよ。ちょっとマジだろ。やばい、これ連打か。地獄エース、地獄エース、地獄エース。初見殺しやろこれ。何体もいるね。じゃあ、どうしよう。ステルスキルできないよね、多分あいつは。右からも来てるでしょ。普通に行けるか。よいしょ。こっちは来てる。来てるよね。火炎瓶で行こう。よいしょ。控えてろ。やばい、来た。なんだこいつ。やろう。死なない。やばい、どっかに隠れて。うわ、すげえ、撒き散らすんだ。3ダメージが。倒した？大丈夫？武士が。武士、こいつらマジムカつく。うわ、倒しみたいだね。噛まれてない？平気。しゃべれね。これ火炎アイテム作るよりか。シャンブラー、火炎瓶作っていった方がいいな、どうやったらあんな風になるわけ。やばいやばい、怖っ。とりあえず気色悪い。とりあえず退けることができたよね。君、君、体力自体はブローターより多くないのかな。すげえ変異、なんだこれ。日記つけた。これちょっと興味あるよね。新たな日記、シャンブラー、新種の感染者。戻ろうと。そして舞う奉仕。火炎瓶なかったらやばかったな。やろうが。一回死んだけど。で、普通のランナーもいたってことか。あ、これ投げずに終わったか。投げようかと思ったけど全滅してたんだ。周り探索して。ここは発電設備か。発煙筒が落ちてるってことは、WLF の奴らも、ここにいて、あ、そっか、シャンブラーと交戦して、全滅したんだ、あいつらは。先進みましょう。前回どこから覗いてたんだ？上か。では行きます。消しても見えるかな？シャッター。なるほどね、敵を全滅させないと開けられなかったってことか。相当力技で行っちゃったけど、何かしらの、攻略手段あったのかもしれないね。ステルスで立ち回る。フロアを広く使うっていうことがなかなかできねえから、一つのところに芋って、それで立ち回るっていうのが。うわ、あの3のただれ見てよ。見たくない。俺のプレイの主流になっちゃってるからね。妖怪してるわ、完全にこいつら。ま、エリーとディーナも。攻撃食らったけど、彼らのようにならなかったのは、まあ主人公補正といったところか。いくらサン浴びても死なねえから、こいつら。サン浴びても救急キットを一つ使うだけで回復しちゃうからね。
出られる。じゃあこっち行ってみる。うん、ゆっくりでいいよ。もうちょっと。よし。オッケー。うん、早く奉仕のところから出たいな。おお。やばいやばい。通るの遅かったら完全に閉じ込められるところだった。こっちか。進行ルートは。見た限りだと。あ、こっち行きゃいけないね。敵はいないね。よし。安心させないで。いつ出てくるかわかんないから。俺を安心させるな。次から次。アイテムあるし。自然の脅威ってやつ。自然ってマジムカつく。ムカつくが口癖なんだけど。なんて書いてある？まあ読めないんだけどね。お、扉。いけるかな？ただ奥にもいけるでしょ？とばあれ先はこっち開けようか。手前の扉から開けていくことによってアイテムがあるかもしれないからね。まずは弾薬、消火器、 PC とかがある。ここいけるいける。北前進で先にいける。こういうところには決まっていいアイテムがあったりとかするんだよね。しっかりと漁って。あ、こっちいける。何がある？お、トレーディングカードと、あとそれと武器の改造パーツだ。これでようやくライフルの威力改造ができるね。あとはクラフト台がどこにあるか。こっちの扉。結構広いな。ここは休憩室みたいなところか。なんだこれ、神頼みでもしてたのかな。ここにいるやつら。瓶落ちてる。瓶落ちてるっていうことは近くに敵がいそう。奉仕が待ってるせいでものすごい視界が悪いね。なんだこれ、何か書いてある。要注意、また暗証番号を忘れたのか。そうだ、持ってきてくれれば教えてやる。 V より。無人と思われていた郊外の町で奇跡の生還か。新聞記事だね。よくいるプレッパーって何。この辺も敵の名前だったりとかするのかな。後半の方に行くに従って断片的にしか読めなくなってる。ソーダ持ってきてくれって書いてあったから、どっかにソーダとかあったりとかするのかな。まあ、金庫の番号があるっていうことは近くに金庫があるよね。うっそ、これだ。暗証番号がいる。ラストオブアスシリーズはすぐそばにヒントがあるから、しっかりと押さえていかないと。一定以上進んじゃうともう手に入らなくなっちゃうから。どこだろうね。なんかある。引き出しだ。こんなところにはさすがにないでしょう。あとショットガンの束はありがたいです。シャンブラーに打ち尽くして弾薬なくなってたからね。本当にショットガンは最後のしのぎ的な感じだわ。どんな敵に対しても有効活用できるから。その近くにそれらしきものはないな。金庫の番号を表しているようなものが。自販機とかにも、ペットボトルがあるけど、これは物資だ。クラフト素材だ。何もない。もうちょっと進んだところにあるのかな。とか言ってると、ストーリーが進行しちゃって、もう戻ってこれなくなるのがこのゲームの定説なんだよね。まあだけどそれらしきものは近くにないから行くしかないか。まあまあどっちにしろ周回するつもりなんでね。高難易度とかもやりたいし。いけない。絶対迂回できるはず。さすがポジティブ。ドラム缶がいいところに置いてあるんだよね、こういうゲームって。え？
いけねえじゃねえか。こっちか。あ、一本道だ。しまった。これもう取れないね、暗証番号。いるねー。もうとっくにシャンブラーっていう名称で定着しちゃってる。こっちにもいる。奴らは懐中電灯の明かりには反応しないって書いてあったから、まあ、書いてあったっていうかヘルプで出てきたから、死人さえされなければ大丈夫か。は？視界悪すぎ。え？生存者がいる？反対側にいるね。さあどうする？動いてく。こっち側にいるやつらは少し遠いから、まずは一番近いやつだよね。あいつをなんとかしないと。ただこの部屋の構造を理解しないと。あいつステルスキルいけんのかな。いけいけ、試すか。あ、マジか。そうか。ボルトバッチョライクル、ダメだ。死ね、おら。うお、離せ。こいつらは緊張していきましょう。やばいって。あんまりケチってる場合じゃねえな。シャンブラーに関してはとっとと火炎瓶で葬った方がいいかもしれない。物資がつきそう。それとも普通のランナーを火炎瓶で倒すか、そういう選択肢もありだよね。マジでステルスキルできなかったから。やばい。今ので寄ってきたところを、こう見ていく。どうだ？一応、使えるだけ使っとこう。よし、燃えてる燃えてる。燃焼ダメージを与えていきながら、サイレンサー付きで、ダメージ蓄積させていくか。あ、いる。そばにいるわ。一旦隠れる。上に行くね。近接攻撃で数減らすか。おっと、いけないいけない。こっちに1体いたよな。あれ、こっちに1体いなかったっけ。全弾当てればそこまで。言うほど体力高くないと思う。普通に倒せる。よっしゃ、一旦索敵解除しましょう。ショットガンの弾なくなっちゃった。回復よりも火炎瓶優先で。それじゃん、さっさとここで。あ、全滅させたか。賛成。会話が入った。クソ、ショットガンの弾回収したいな。こいつら持ってないか。近接武器のクラフトだ。できないんだね。どのぐらいまで耐久力少なくなったら新たにできるようになるんだろう。ハサミがすげえたくさんあるけど、使わずに置いていかないといけないっていうのが口惜しい。ショットガンの相談数増やしたけど、それでもなおやっぱり
もうちょっと欲しいよね。改造段階さらに上げたりとかすることできんのかな、この先。ただマップのレイアウトとかも全然わかんないから、立ち回ろうにも立ち回りようがないんだけど。あ、ここの扉開いてたか。なるほどな。もう戦闘パートになるたびに初期位置からほとんど動かずに戦うのってあんまり良くないんだけどね。本当はもっと、いろんなところをぐるぐる回りながら敵を倒していくっていうのが正しいやり方だとは思うんだけど、こっち側に行くと、さっきの、あ、扉の反対側。あれ？ここか？ここだっけ？ドラム缶置いてあった扉。反対側に回り込んでみようとかって言ってたところ。ちょっと待って、調べきれてないところがある。こういうものとかもしっかり投げつつ、敵をおびき寄せてまとめて火炎瓶で焼き尽くしていくっていうような立ち回りができるようにならないといけない。ほら、こんなに奥行きあるしね。もっとフィールドを巧みに使いながら行動していくっていうのがこのゲーム攻略の正しい道筋では。多分高難易度とかだったら今みたいな力技で突破しようとしてもなかなか難しいものがあったりとかするのかもしれないね。もう調べられるところがない。じゃあ先へ進みましょうか。扉を開けて、この胞子から逃れられるのはいつだろうか。あ、イグジットって書いてあるんだけど、もう出口かもしれないね。あ、行けくれよ。まだ胞子が待ってる。WLF のやつらもこんなところを通ってわざわざエリーとディーナを探しに来たの？やばすぎるだろ。二人の小娘を追いかけるのに命を落とす必要性とは。何これ、地下鉄？ただ外の明かりが見える。見たくない。列車衝突事故ってとこ。さすが名探偵。この先行けるね。前作にも似たようなシチュエーションあったよね。列車のところで水があって、エリーって泳げないんじゃなかったっけ。そういえば泳げるようになったのかな。俺は泳げねえけど、犬かきぐらいならできるわ。列車の中通っていけばいいのかな。見た感じ中通って先に進むしかなさそうだね。では入ってこう。一本道だと感染者に挟まれたらやばいよな、これ。後ろは鍵かけてきてるから大丈夫だと思うけどね。なんかある。ヤクだ。しゃ、こんなところにあるやつを普通にガブ飲みして自分を強化していくスタイルだけど、腹壊さねえのかな。うわ、ひど。何？感染が発生した後も走ってたのかな。列車のことか。あっちに光が見える。じゃあ光はさっきから見えてるけどな、うんうん、むしろ一番光が欲しいのは俺のゼントニーといったところか。光あれ、幸あれ、頼む。リーナ、うん、来てる。今行く。なんか遅れてるよね。やっぱり感染してるんじゃない、リーナは。もうそんな感じがする。この世界では、まあ、感染者に噛まれたら感染するんだけど、噛まれたことを隠してる人とかも結構多いからね、世界観的に。またジュールス。ちょっと待って。見て見て。君がここに現れるのではないかという期待を今も捨てずにいると。うんぬんかんぬん。ザッカリーのことを見直し始めた。近接戦では頼りになるし、暗闇の中でも音を聞き分けられる。まるでコウモリみたいだよ。ザッカリーってなんだ、ボスかなこれ。
ここ最近たびたび名前が出てくるようになったよね、ザッカリーって。暗闇の中でも聞き分けられるっていう時点で、感染者の一種のような感じの舌はしてるよね。ボスとして今後登場する可能性があるよね、その辺は。うわぁ、神様、仏様、光が見えてきた。やっとこの薄暗いカビ臭いところから脱出できる時が来たか。上に上がれそう。強力ジャンプだね。私が持ち上げる。うん。どう？これ下にいたらどうなるんだろう。よし、気を取り直して。やっとか。あ、だいぶ光が強くなってきた。上に上がればいいのか。先行って。やっぱりティーナの様子がおかしい。弾持てない。ライフル先に使っていこうかな。ショットガンよりも。ここに来てライフルの弾が持てなくなるシチュエーションが増えてきてるから。この旅行カバンの中とかにアイテムないかな。やばい、分断されるか。やばい。エリー、マスクだ。ほら、交代で使おう。何してる。外しちゃダメだ。エリー、やめて。ちょっとエリー、ダメ。いいから、私は感染しない。免疫があるの。ほら、咳してないでしょ。ちょっと、ディーナ。まずい、走れる。行ける。さっさと逃げるよ。行って。これはさすがに逃げるしかないか。ディーナ逃げて。エリー。やばい。いいから止まんないで。こういうシチュエーションが多いな。やばい。助かり。クリッカーもいる。やべえな。そう思って。うわ。いて。これ最速で走らないで捕まれるのかな。ちょっと。急いで。離せ。やばい、クリッカーだ。あっぶね。ティーナ、やっぱりもう感染してるよね、ティーナ。これ明らかに様子が変だもん。あ、外に出た。ねえ、あの劇場で休憩する。うわ、どっち行けばいいんだろう。劇場って言ってるけど、あの劇場ってここ、ここどこ。地図とかって見れんのかな。咳してるし、やべえだろ、どう考えても。そしたらなんとか窮地を脱したところで一回切るか。ご視聴ありがとうございました。